この人もともと文学者だったのではと思わせる借金取りの脅し文句。この人もともと文学者だったのではと思わせる借金取りの脅し文句。文学者、まあ小説とか詩とかそういうのを書く人ですね。お題提供、栃木の公務員さん、幸せかなさんからいただきました。ありがとうございます。わからない名前ですけども、こちらのお題で参りたいと思います。それでは4分間スタートです。まあなんかね、文学的な人ってことですね、はいはい、9番さん参りましょう。9番さん、お金を持ったことはありますか？なんかしみるかもしれない。すごい。7番さん参りましょう。7番さん、おらクソ大きな。ジジイを大きなと、大きなと呼ぶ、個々で言える。10番さん参ります。10番さん、邪魔するで、邪魔するなら帰れと言いたげなその顔。新喜劇の借金取るの。4番さん参ります。4番さん、今は昔、返さざるものありけり。返さざるものありけり。いやいや、今となっては昔のことだがじゃん。1番さん参ります。1番さん、キャッチャーインザお前んち。こういうタイプもいるか。6番さん参ります。6番さん、借金で食べる牛丼はサラダやな。サラダぐらいの味だよね。8番さん参ります。8番さん、ドドドドドンドドドドドン、この家のドアからは嘘の音がする。3番さん参ります。3番さん、利子が重犯になりました。いろんな文学者がね、皆さんの中にありますね。4番参ります。ごめんなさい、4番さん参ります。4番さん、ドンドンドンいるんだろ、ドンドンドン、音がする、すごく大きくて、でも空っぽ。すごいな。それはドアの前で言ってるんでしょ、それね。9番さん参りましょう。9番さん、 7年前なら君も子供だったのにね。大人だから返さないとね。7番さん参りましょう。7番さん、さっさと俗世の大抵の人間にとっての全てに足りうるものを返さんかい。5番さん参ります。5番さん、もっとカプカプ笑いたいよな。カプクラムボンね。6番さん先参ります。6番さん、背中蹴りたいねん。蹴りたい背中、ベストセラー。4番さん参ります。4番さん、秋口になりました、僕の大好きな寒さ。あんま言わないね。8番さん参ります。8番さん、物質的貧乏と精神的貧乏、貧乏のアンビバランスやの。すごい、むず。1番さん参ります。1番さん、麦の方が揺れてるの、どつき回すぞ。前半何なんだ、前半いらないだろ今の。なんで季節感じたんだよ一回。いいなぁ、いいの出たなぁ。7番さん参りましょう。7番さん、村上春樹、今年も逃しちゃったね、ということはその時期だね。そうか、季節がね、返す時期だぞと。4番さん参ります。4番さん、あれお前、ケツの穴から手突っ込んで、そのまま二人で。二人でなんだよ。やだな、そのままはやだな。二人でなんだよ。さあ、残り30秒ほど。やっぱね、こういう時のために勉強しておけばよかったってこともありますよね。3番さんもあります。あなた、お金は好きですか？いいね。10番さん参ります。10番さん、ゴン、お前も払ってなかったのか。ゴン、ゴンギツネ。さあ、4分経過しました。今出せる方までで終了となります。では1番さんから参ります。1番さん、ある意味で今僕は初めて借金取りになったのだろう。リョウ。リョウはどう表現するんだこれ。リョウ。6番さん参ります。6番さん、借用書をぐちゃぐちゃに一回ぐちゃぐちゃにして戻して、金は戻ってきても俺の気持ちは戻らへんねんでって言ってきた。8番さん参ります。8番さん、金なくして俺があり、金なくして未来なし。
あ、漢文だ。0点が入ってる。漢文だ。9番さん参ります。9番さん。君も虎になるかい。2番さん参ります。2番さん。これ返さなかったら東京湾で初めて出会う君のコンクリ。さあ大丈夫でしょうか。終了です。はい、いや怒涛だな。はい、素晴らしい教えでございました。